では収録の方も開始していきます。はい、お願いします。お願いします。サッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーとミキサーのキャンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、2週撮りの1週目ということで、はい、はい、すごかったですね、暁ジャパン。あー、もう大活躍でしたね。あの最後の試合4クォーターはちょっとやばかったっすね。いや、怖かったですねもう私、旦那と一緒見てたんですけど、はい、なんだろう、途中で旦那寝落ちしちゃってて、一人でもう、怖い怖い、逆転されるとか思いつつ一人で騒いでましたいやでもあれはちょっと逆転されるんじゃないかなっていう雰囲気になっちゃってましたからね。ヒヤヒヤですよね、はい、本当に。まあでも自力で、パリ五輪の切符取れたんで何よりですよ。何よりでしたね。はあ、逃げ切りましたからね。なんとかでしたね。いや、あのリードされる試合って確か今回初めてだったんですよ。あ、初めてですね。リードを先にできる試合っていうのは、うんうんうん、今までリードされてたのを、まあ、自分たちで逆転してって勝つパターンばっかりだったんで、はいはいはい、やっぱり選手の皆さん本当に、まあ、両方経験できたっていうのもこのオリンピックに向けていい経験できたんじゃないかなと、うん、そうですね。では、番組の紹介をしたいと思います。はい、お願いいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。 X ではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいねということで、早速ツイキャスが来ておりますので紹介したいと思います。お願いします。沖縄大好きさん、こんばんは。シュワッチシュワッチュッチュッタシュッタカープボーイさん、サッチーさん、キャンさん、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。インコは何か言葉覚えましたかと来ております。前に何だっけ、 ROK の、コーナーで私の飼ってるインコちゃんが3年飼ってるんですけど、はい、言葉を喋らないんですっていう相談をしたんですね。そうそうそう、それでこのカップボーイさんは気にしてるみたいです。まあ確かにね、インコってなんか喋ったりしますからね。しますね、はい、では一曲いきたいと思います。ヒデカツでミルクムナリです。どうぞ。確か今日ずっとなんか横になりながら、なんか運動会のなんか出来事あったかなと思うと2つあって珍しく2つあって、いつも1個あるかないかなのに。僕は運動会エピソードいっぱいあるんで、足遅いって周りに言われながら、はいはい、小学生の間なぜかいつもスタートさせられてました。おお、すごい。まあでもドン欠には確かになったことないですね。1位にはなれなくても2位か3位ぐらいまでには食い込めるように走れてたので、まあ相性遅くない方じゃないですか。一応遅くはなかったんでしょうね、うんうんうん、ただみんないじられるんでだから多分悔しいんでしょうね。ああ、なるほど。早いって認めるの、うんうんうん。私小学校の時の卒業アルバムにちょっとドドンと変な格好されたのを載せられたんで、運動会の様子でもうそれがもう嫌で嫌で全くもうって感じですね。
まさかの。なんかそれを、なんか小学校の時普通卒業アルバムって運動会とかあまり乗らないじゃないですか。はい。だけど、できたばっかりの小学校だったんで、卒業して後から卒業アルバムもらったんですよ。で、友達が、別の中学校行った友達がたまたまいて、その友達が、え、お前よ、つってか、なんでかつって、応援団やってただろ、うん。写真見たらわかるよ、つってか、爆笑して、何かと思ってみたら、ドドンと乗ってんで、はぁみたいなのがあったんですよね。まったく、どんな写真を撮ってくれるんだって感じですね。確かに。写真って残りますか、ね、残る。という、そういえば僕はあれですね。生徒会長だったので、はいはいはい。あの体育祭、中学校の体育祭の時に、学校旗を持って歩いてるのが、写真にアルバム残ってます。おお、それはいいじゃないですか、まだ。100万だから汚すなよって脅された時の写真です。怖い怖い。なんか変な写真あったかな。私は変な写真です。変な写真です。高校の体育祭は、うんうん、なんか全体行動のなんか声かけ班みたいな感じで、僕がマイクでこう声かけ合図やる係だったんで、うんうんうん、それの写真は残ってました。はいはいはい。めちゃくちゃ怒鳴ってるみたいな顔。顔がみたいな。血管めっちゃ出ました。おでこが。あ、沖縄大好きさん今来てました。確認しました。あ、改めてヘッドホンで聞くとこんな曲だったんですね。そうなんですよ。意外といろんな楽器使われて。はい、ではマイクあげます、はい、お聞きいただいたのはヒデカツでミルクムナリでした。では早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは運動会です。まあ9月に入ったのでそろそろ運動会シーズンでしょうということで、はい、今回はこのテーマにしました。はい。リクカイクーさんも来ております。運動会では常にアンカーでしたよ。そのおかげか巡査からも逃げるの早かった。あと幼なじみののんくんの走り方はカマキリみたいに両手をカマカマしてたなぁと来ております。カマカマ。カーブボーイさんも運動会のことで来ておりますね。運動会、中1の時に運動会のクラス対抗リレーのアンカーだったんだけど、最後まで勝てるかなと思っていたら、最後、後から教育実習生の大学生に抜かされ、大人げないなと思った、わら、と来てあります。私も、1個目の2つあるので、最後の方に1個は話すんですけど、はい、カープボーイさんとちょっと似たような感じのエピソードが、高校の時の体育祭にありまして、高校の時にこのクラス対抗リレーであったんですけど、はい、なぜか私がアンカー で、はい、で学年普通学年のクラス対抗じゃなくてなんか全学年でのクラス対抗リレーだったんですよ。珍しいですね。そうなんです。でそれで私がアンカーで、はい、アンカー確かアンカーだったと思う。2回ぐらい走ったの覚えてるんですけど。で、4回走ったことあります。わお。で、なんか走ってるうちに、前に走ってる、この人の足に引っかかっちゃって、転んじゃったんですよ。痛い。転んで擦り傷になっちゃって、はい、あいたたたっていう、のがありましたね。そうなんですよね。足絡むんですよね。絡むんですよ、どうしても。リレーは
接触ありますからありますね。ね。DM が来てますので紹介したいと思います。お願いします。ヤンポーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーキャンチーこんばんは。ここんんばばんんは。は。して、運動会といえば沖縄なら必ずエイサーがありますよね。そうですね。僕は小学校のエイサーで大太鼓を叩きました。そして中学校では学校が小さいので吹奏楽が強制的で、1年生では、ブラスバンドを決まっていた僕はまた大太鼓の担当になりました。なぜ僕は大太鼓なのでしょうか。めでたしめでたしと来ております。でも大太鼓も結構いいですよね。女の子かっこいいじゃないかですっこか。いいじゃないですか。限られた精鋭みたいな形で。確かにね、言えてる。僕は A さん2回しかやってないですからね。小学校5年生と6年生と中学生でチャンスあると思うんですけど、高校は選択生ですね。で、僕は多分、小学校6年生の時にできなかったので、2回しかやってないです。小学校6年生の時のエピソードなんですけど、僕は手術で1年間体育が禁止だったんで、だから運動会6年生の時に出れてないんです。ただですね、僕は放送委員だったんで、今のこのラジオの仕事にもつながってますけど、男子唯一のアナウンス班だったんです。当時は女の子に勘違いされる声だったんで、テンション上がるとめちゃくちゃ声高くなっちゃうんで、今日5年生の時にスカウトされて放送委員入ったんですけど、おお、すごいですね。同級生に「今日なんかリレーの実況してた女の子、誰？風間さん、アナウンサーハンでしょ、知ってる？」とかって「あ、俺だよ」風間さんがやってたの？」ってびっくりされたの、いまだに覚えてる。すごいですね。ヤンポーさんが、同級生リレーを走ったけど、ダントツトップになって出場停止になったさ。めっちゃ早かったんですすね。ごいヤン羨ポーまさん。しい。メールも来てますので紹介したいと思います。ラジオネームナルトラさんからいただきました。ありがとうございまあす。りがとうございます。運動会、高校時代の運動会は夏休み前に学校の運動場ではなく市の陸上競技場を貸し切って行われました。自分が所属した、放送部は場内放送を担当。陸上競技場備え付けのプロ仕様の放送機材を触るのはもちろん、クーラーの効いた部屋で炎天下で頑張る同級生を見ながら涼しめるという特権がありましたと来ております。僕は炎天下の中のアナウンスでした。そのナルトラさんも、今、仕事終わりましたとキャスで来ております。お疲れ様おで疲れす。様です。私、なんだろうな、あと、なんかあるけど、このミルクムナリ今日かけたんですけど、多分、私が小学校6年生の時に初めて運動会でやったんですよ。そうですよね。そうそう、なかなかね、ミルクのなりとかそういうのなくて、うちの、6年生の時の担任の先生が、なぜか急にミルクむなりをやろうってことで、急にやり始めたのがきっかけじゃなかったかな。じゃあそれが広まって僕たちとかやってるわけですね。じゃないですかね。小学校の時、あと、玄ちゃんとか、踊った覚えがありますね。だから、がっつりなんか、古典、エイサーじゃなくて、そういったポップの方からの踊りみたいなのが多かったですね。創作エイサー。メールに戻りたいと思います。お願いします。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございありまがとす。うございます。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんこんばばんんは。は。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、運送会社ではなく運動会。運動会の思い出を挙げると、小学校の頃にやった創作エイサー。小学校6年生の頃には初の大太鼓をやりました。踊った曲は覚えてますよ。
パーシャクラブの、クーダーカー五穀豊穣おお、リンケンバンドの年中くずちおお、他にも思い出を挙げるとリレー、実は小学校6年生の頃の運動会、僕の学校ではプロのカメラマンが、撮った運動会の映像の DVD が学校から販売されたので買いました。おすごいですね。その映像を見るとリレーで僕が走っている様子が映ってました。僕のチームのバトンを受け取りダッシュで走った僕、その隣にいた隣のクラスメイトがバトンを受け取る際に落としてしまい、よっしゃラッキーチャンスだと思い切って走ったのですが、その時の嬉しい顔がカメラにバッチリ残ってましたと来ております。ビデオで残ってるって羨ましいですね。すごいですね、そんなのがあるんだ。僕も校内陸上ガンガンやってた時のビデオとか残ってないかな私さっき流してる間に言ったんですけど、小学校6年生の時にこの普段は卒業アルバムって卒業前にもらえるものじゃないですか、はい、だけど私がいた小学校は出来たてほやほやの小学校だったので、はい、今は違うと思うんですけど、その当時は卒業した後にもらったので、うん、運動会の様子も見れればアルバムで卒業式の様子も見られたんですよ。写真とかに撮って全部あったんですよ。いいですね。なのでそれをちょっともらいに中学校の制服着て、はい、もらいに母校の小学校に行ったら、はい、ざわついてまして、なんだろうと思って聞いたら、なんか私がもう当時小学校6年生の時に、はい、応援団をやってたんですね、はい、その時にやってたすんごいなんか格好、まあ、変な格好ではないんですけど、はい、なんかすごい写真があったっていうことでざわついててお前どんな格好してるばみたいな、どんな時のかとか言われて、はい、あ、これもしかしたら応援団の時踊ってるやつっつって、いいよそれは私残ってるのとか思いつつもうこれはもう一生に残るものなのでどうにもならないっていうパターンなんですよね。まあでもそれを今面白いエピソードとして話せるっていい思い出になったんでしょうかね。でいつの間にか撮られてたのでいつ撮ったんだいとか思いながら本当にびっくりでしたよ。私も見てから、うんマジかってもう半分引きましたもん。僕は PTA 生徒会長で初めて載せた挨拶、はいはいはい、PTA 新聞に載せた挨拶の時の写真に自分でドン引きしました。え、眉毛が映ってなかったの。ああそういうことか、はい、白黒で撮ったんで、はい、薄すぎて映ってなかったんです、はい、ああ眉毛が、はい、生徒会長っつって眉毛のないやつがなんか写真貼られてるんですよ。はいはいはい、やべえじゃんと先生に抗議しに行きました大丈夫大丈夫って言われました私小学校の時の思い出って言ったら、小学校のグラウンドがあるじゃないですか、はい、の時ずっと裸足で走ってましたね。ああ多かったですね、裸足で走る子。なんせ靴です、走ってると、はい、なんか勢いですっぽ抜けたりとか結構あったので、はい、もうそれよりかは裸足で走ろうと思って、小学校の3年生ぐらいからずっと裸足で走ってましたね。ああ僕裸足で走ったことないですね。そうなの？トレーニングとしてはいいっては言うんですけど。ああ、タミーさん、こんにちは、こんにちは。サーチーさん、サーチーさんで来てますね。サーチーさんの小学校の、建築工事の時、浪人生が、数名短期バイトしてた。私の小学校です。あれですよ。沖縄市の小学校ですよ。沖縄市の小学校ですよ。どこの小学校かな。これでドンピシャできてたら爆笑だったけどな。ドンピシャできたら私引くと思う、多分。僕も小学校、はい、校舎新しくなった時の1年生らしいです。おお。
今思えば確かにあの時新品だったなって思います。はいはいはい。陸海空さんが、ハザシで走る、ブッブッシシュュママン、ブッシュマンか。ン。そう、多分当たってる。この丸で、丸がついてるの、多分そうだと思います。そうです、そうです。私、そこの小学校にいました。お隣ですおね。隣です おね。隣さんです おね。隣さん、本当にお隣さん。私、あと、まあ、運動会とは関わるのかな？じゃあ入るのかな？わかんないんですけど、この運動会前って、なんかクラスで、なんかいる50メートル走とか走ったりするのがあるじゃないですか。体力測定体と力か、測はい。定。あれでクラスで結構成績良かったらしくって、お。小学校のはい。市内大会、陸上競技の、を私なぜか選ばれてしまい なので、運動会とちょうど被ってたので、時期が。なので、この陸上の練習とこの応援団の練習が被った時は陸上の練習に行ってましたすごいっすね。僕、帰宅部時代は、体力測定、いつも成績悪くて。はいはいはい。唯一いいのが、反復横跳びと、おお。立ち幅跳びと、はいはいはい。ハンドボール投げでした。おお。なぜか投擲結構良かったんですよ。すごいですね。カープボーイさん、キャンさんが小学校の頃のエーサーって中曽根はじめさんもいるよね。あの人、小学校の時も三振、意外とうまかったんじゃない？って来てますね。実は、はじめくん、小学校別で、はい。僕はですね、はじめくんと同級生だったのは、高校生の時なんですよ。ほう。高校の3年間友達してて、で、しかも、クラスも一緒になったことないです。え？けど、仲いいです。ほう。ほう。珍しいですよね。珍しい。クラスも一緒になったことないですよ。あれ？でも、高1から絡んでたんで、あー。なるほど。絡んだというか、はい絡はいまさはい。れたというか、はい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 。絡まれたじゃないですよ。はい絡まされたんです。なるほ第ど。三者が仲介して、お前にラップバトル仕掛けてるやつがいるぜ、みたいな感じで、よく遊びに行ってました。なるほど。なかそうななんかですいいでね。す。そうなんですね。あと、共通の友人がね、はい。僕の親友のメンバーの子が、はじめくんと超仲良くて、同じクラスだっほたりとかしてたんで、ー。すごいでそすのつね。ながりで社会人になっても一緒に遊んだりとかします。すごい関わりだ。はい。私、誰か有名人いるかなと思って考えてもいないんですよね。考えたら、ラジオで有名なのはうちの旦那ですね。そうですね。実際、昔はブイブイ言わせてた足の速い男らしいですからね。そうですそのね。辺の界隈でも有名なんでしょうね。タミンさんが小学校の運動会の思い出は、当時、ヤギを飼っていたので、前日に栄養会でヤギを潰して親戚が集まって食べてたよ。俺、わお。俺、可愛がってヤギを潰すのを見て、何ですか、これ。見て。覗くですか？おー、これ何でしたっけ？何でしたっけね。食べれなくなりました。いや、まあ、ヤギが食べれなくなったんですね。ししばばららく。く。ああ。カープボーイさん、陸海空さんも、極悪善人会、はい、でしたっけ？いや、違います。青年会ですか？善人会なんですよ、本当は。千年会ではないんですよ。善人会っていうのがあるんですよ。ではないんですね。ということで、1分半ですね、あと。はい。では、2週撮りの2週目が次ありますので、テーマを発表したいと思います。お願いします。来週のテーマは、〇〇の秋です。秋なので、いろいろ食欲の秋とかあると思うので、それを皆さんに聞こうと思ってますよ。やっぱり僕はスポーツかな。私も同感です。はい。体動かすの大好きなんで。ですね。
リクカイクーさん、中曽根はじめさんヤンキー嫌いでエイサー字型やめたってよってあー苦手そうです苦手そうです。はい、ではではそろそろ時間でしょうかね。そうですね、はい、はい、ではまた来週お会いしましょう。お相手はサッチーとキャンでした。ではまた来週、バイバイ。写真付き、なんぞや、なんぞや。お？なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ。なんだなんだ。あ、仮想のやつか。何かと思いました、これ。あの沖縄大好きさんから来たやつ。ああ、ハロウィンの。うんうん。第一マンですね。第一マン。僕が撮ったやつです。あ一瞬見たけど何だろうと思いました。はい、じゃあ一回ツイキャスを切って。はい。再開します。はい、皆さんまた来週。また来週じゃないけど